ズジスワフ・ホフマンは、ポーランドシフィエボ人出身の元陸上競技選手。専門は3段飛べで、17メートル53の自己ベストを持つポーランド記録保持者。1983年ヘルシンキ世界選手権、男子3段飛べの金メダリストである。息子のカロルも、国際大会で活躍する3段飛べ選手。1983年8月8日のヘルシンキ。 世界選手権男子三段飛べでファイナリストになると決勝では2位のウィリー・バンクスに24センチメートルの差をつける17メートル42で優勝を飾り記念すべき第1回大会で初代チャンピオンに輝いたオリンピックも含め世界大会の三段飛べにおけるポーランド勢の金メダル獲得は1960年ローマオリンピックと1964年 東京オリンピックの男子三段飛べで優勝したヨゼフ・シュミット以来の快挙であり、現在もオリンピック、または世界選手権の三段飛べで金メダルを獲得したポーランド選手はこの二人だけである。1985年6月4日に三段飛べで、マークした17メートル53は30年以上、たった今でもポーランド記録として残っている。 息子のカロルも三段飛べが専門の陸上競技選手。2016年リオデジャネイロオリンピックで決勝進出、2016年ヨーロッパ選手権で銀メダル獲得などの実績を誇る。ありがとうございます。